一の鳥居鳥居奥の階段を上がると二の鳥居があり、そこの分岐を右の海岸へ降りる方へ行くのが表参道、左に行くのが裏参道である。写真の右手方向の小道を400から500メートル行くと花節灯台と美雪神社旧市がある。美雪神社は宮城県宮城郡七ヶ浜町にある神社。式内社で旧社格は尊社。 松島湾と仙台湾を分ける七ヶ浜半島の東端、仙台湾側に面した樽山に鎮座する。海上安全の神徳により、航路の守り神として信仰されている。原文三年期の美雪大名神のご演技によれば、美雪神社の社名は猿田彦命の花が高く、不死があったことに由来するという。同様の記述は、演者由来追行や、 塩釜社人席などの塩釜神社社史にも見られる。塩釜社演技では、塩釜六書明人で、猿田彦命、こと、勝国勝にエンドロ王、木神、沖玉命、大田命の同体異名の六座であるとするが、この説によれば、演技式内道の区百座が指摘するように、塩釜神社祭神の猿度老王神と、美節神社祭神の猿田彦命は同一の神である。 ことになる。猿田彦命以外の神を祭人とするものもある。教法18年に完成した新名庁交渉は、この花咲く矢姫と葉に安心とし、その理由を、花は、花という言葉に通じて、この花咲く矢姫を指し、不死は、泥の音に通じて、葉に安心を指すとする。もっとも、同書をもとに書かれた、道のく式者稿は、祭人欄を空白にしており、 それはこの説に疑義があったからではないかとの考察がある。日本風土記においては、祭人は大乗り清神がみとなっている。安永元年の法内風土記巻の4によれば、この説は地元民の話とは合わないと述べており、教法4年の大宇間石門老子巻の7にも同様の記述がある。また、万、ま、円元年の新鮮道の工夫土記は、 日本風土記において祭神が、大野利清神とされているが、現在は、大野利清神、猿田彦神はたとび神の三座であると述べている。社殿によれば、円下窓神社と同じという神が神よに尊し、御宗にて美雪浜に上陸、公安天皇の時代に、方が先に鎮座があり、除名天皇2年に初めて、京伝43束を盾祭り神事を行ったという。 その後、公認天皇の放棄元年、方が、先は、風が、強く、たびたび社殿が破損したので、現在の鎮座地である、垂水山に移ったとされる。俗日本語記の城は11年8月17日条では、霊言ありとして6位から故5位下へ深海を、長女せられた。延長5年の、演技式神明庁では、道の区国宮城軍美説神社名神大と記載され、 名神大社に列したなお、平安時代中期成立の枕の宗氏に出てくる花淵の社は当社を指し、その森が幾多の社や立田の社などの名社と共に数えられていることから、都人にも知られ長屋の崇敬を受けた神社であったとする説がある。さらに、長屋軍祭には神事の替えが原因で、たたりがあったため、美雪神社に死者を使わし、 中払いを貸して払い清めるべしとの公は5年6月10日付の神技館創造が記載されているが、この創造によって都から新官が下校して、払い清めたという。鎌倉時代に入り、伊沢家系が源頼朝から道のクルス職に任じられ、伊沢氏は家系の子である家元の代より、留守生を名乗るようになる。以後、留守氏は、塩釜神社の管理権を掌握し、 塩釜神社の別当である塩釜神宮寺も支配したが、同時期に当社は留守下神にして花節上主でもあった土豪花節資類代による損数があり、社殿の造営や祭事の興行がしばしば行われていたという。その後、多賀国府も有名無実となって花節氏も当地を去ったために当社も水運をたどり、正確な時期はわからないがついに、 塩釜神社の抹茶とされた。仙台藩四代藩室名村が元禄六年に編纂させた塩釜社演技にも当社が塩釜神社の抹茶であると記載されている。明治元年に社殿を修復した際、境内において道の区国府である多賀城で使用されていた国府栗矢印が発見された。明治五年五月には近代社格制度において尊社に弟子。 明治40年3月には、新鮮兵白領とも新社に指定された。また旧来、塩釜神社の抹社と称し、別当法蓮寺記や、園舎由来追行などの塩釜神社社史にも、その14抹社の一つとして記載されてきたが、明治10年3月に、改めて国兵中車、芝彦神社塩釜神社の拙者に定められた。仙台、宮城デスティネーションキャンペーンに合わせて、 町が当神社を含めたガイドブックを作るなどして観光に力を入れていたところ同時期に連載放送された人気漫画及びアニメカンナギに出てくる神社のモデルが当神社ではないかとファンが推察し参拝客が5倍にまで増加した平成21年の初詣での時期には日本各地のみならず香港からもファンが参拝に訪れていた八幡神社と大根神社 左右偶奥に見える朱塗りの社殿が、八幡神社。右に見える石祠が、大根神社で、八幡神社に近い側が、右偶、遠い側が、左偶。松島湾の湾口部空撮写真左側から伸びる、七ヶ浜半島先端の丘陵上に美雪神社がある。大根岩は、写真中央の海底にある。裏山道中央やや左に見えるのが新名社で、中には、 新芽の木造がある。新芽所向こう左奥にあるのが山の神社、三月伝稲荷神社、天神社の社殿。右奥に見えるのは長寿社。境内には八幡神社、大根神社、山の神社、三月で稲荷神社、天神社がある。創建年月日は不明であるが、花節上主の数形社と伝えられている。祭神は、 王神天皇に、源義家を合祀するところありという。東、西大根神社は、花節先の東沖7キロメートルの海底にある、南北2.5キロメートル、東西2.5キロメートルの大根岩岩礁を、境内とする神社で、猿田彦命、大海津謙信住吉神を祭神とする。塩釜社神石は、美雪神社を、 塩釜神社14抹茶の一つであるとするが、園舎由来追考はこの大根神社を14抹茶の一つと、する説もあると紹介している。宮城県館内神社式内庁によれば、現在、境内社として存在する大根神社左右宮の石祠は、沖合海底にある神社の要廃所であるとし、大根岩岩礁には2丁を隔てて、西の宮と東の宮の2社があるとしている。また、 春頃の干潮時には海底に社殿玉垣等が彷彿と見え、これこそが真の美雪神社であると述べている。美雪神社の当初の境内がこの大根神社にあったとする説により、海底にある同社は美雪神社、奥の院とも呼ばれている。その説によれば、上岸11年5月26日に発生した上岸地震により津波と 地盤沈下によって境内が水没したため御天山の、現、花節灯台に隣接してある石誇らの地に潜入し、その後、現在地に潜入したとされる。地元新聞の特集記事においても、石の楼郭が二つ立っていたものが大地震で海底に沈んだとする同様の伝承を紹介している。松島湾の暗号は、七ヶ浜町の東端と、対岸の東松島市の宮戸島の南端によって、 形成されている。美雪神社は、七ヶ浜町東端の岬の高台に立っているが、対岸の宮戸島の南沖には、現在も大根島が存在しており、松島湾港の対岸同士で、大根がタであった可能性がある。なお、当社が垂水山にあるのに対し、対岸の宮戸島には、垂水花という岬がある。 旧暦6月1日には、潮流激しい沖合境内の海底に潜って、社殿付近からアワビを取り、その中で最大のものを新鮮な新鮮として、要廃所に、ご供する神事、大根明神祭が行われる。大山積みの神を祭神とし、もともとは、地山の神に鎮座していたが、明治42年6月14日に合祀され、平成元年に、浦山道脇に造営された。 新社殿の右偶に分離採取された。三月殿稲荷神社は、捕食人を祭人として、次三月殿に、天神社は、菅原道真を祭人として、大が、崎浜あざ八ヶ森にもともと鎮座していたが、両社とも明治四十二年七月八日に合祀された。平成元年裏三道脇に造営された、新社殿の左偶に、一つ偶として一緒に分離採取された。 国府クリアインジレプリカ美雪神社の御朱印に応印されているものを抜粋。明治元年境内において発見された大きさ4センチメートル四方、厚さ1センチメートルで頭部に丸り、つまみがついた動員。社殿修復中に偶然発見されたもので、この地に道の区国府の多賀城のクリアがあり、海産物の調達に際して使用されていた可能性がある。 明治十三年の塩釜神社宮司遠藤信道による国福利矢印に関する交渉がある。それによると国史の品街の館であるシュクリアの用いたものではないかとし、シュクリアは伊勢、安房、道の区、四国、九州などの海産物を霊密儀とする国々に置かれた品街、小八位相当の官職で認知にあって霊密儀のお逃げ及び処分を司さどっていたが、 公認14年の論争により廃止され、上和7年以降は、太財府に限り配置が許されたので、このクリア印は上和7年以前に当神社を通継した花節氏の先代が、道の区国の宿利屋に任せられて、クリア層を浜辺に建てて、霊密儀を奉献、その後、縁故あって、当神社に伝わったのではないかと推察している。また遠藤は、同、交渉において、 国府クリア印は、美節神社の屋根替えの際に、梁の上に結びつけられた状態で発見され、発見時には他に2.3個のコインがあったが、このクリア印を除いて紛失したと報告している。明治天皇の第二次東北巡行の際、宮城県知事の内名で英ンに供したこともある、美節神社の社宝であるが、現在は、七ヶ浜町歴史資料館が管理している。 所在地交通アクセス周辺等車周辺には、祭り殿、正月殿、二月殿、三月殿等の地名があり、これらは旧、神田や、車両の異名であるとされ、他にも、社磁場という地もあり、そこや、祭り殿は、年始絶句など、神事の他であったと推定されることからも、神社の盛大を偲ぶにたるものがあるという。なお、正月殿は、 東宮浜ニュータワルが恋本作にあったという、ありがとうございます。